こんにちは野球グムチャンネルの時間です編集長の武田浩二ですはい、えー、お相手ライター編集担当の演者子でございますよろしくお願いします今日ゲストをお招きしておりますはい。えっ、ー、と今日は、えー、野球グムの記録担当の田場友さんを、えー、ゲストに呼んでですねいろいろちょっとお話をしたいと思います田場さんこんにちはあこんにちは田場友と申しますよろしくお願いしますどうどうも、はい タバトモさんには野球雲の総看、えー、号からいろいろとお世話になっておりまして主に記録の監修や、えー、記録をちょっとこんなの出せませんかねみたいなことを言って出していただいてますね散々わがままを、はい、今まを今でもって出していただいてるんでタバトモさんがいなかったら野球雲は3分の2はできてませんでしたね嘘です、3分の1です。<laughs> なんちゃって。 まあそれでもだいぶ、えー、助かっております。で今日はちょっと田端智さんの記録について一緒にちょっと聞いたり話してみたいと思います。田端さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。じゃあ、あのー、まずですね田端智さんにえっ、ー、と野球と記録ということでまず魅力というかその記録と記録についてなんか魅力田端智さん的な記録の魅力って何ですかね。 やっぱり記録と言いますと、こう、まあ、や、まあ、私も昔やっぱりちいちゃい頃からね、野球。っていうものを、やっぱりや、遊びでやったり、とかはしてたんですけれども。まあ、その、なんて言うでしょうね、野球の、い、一個一個のプレーが、こう数字で、一個一個積み上がってくると。うん。その、お、なんてでしょうね。数字が増えたり、まあ、または減ったり。 まあ減ることはあまりないかもしれませんね、まあ、増えたり、こう率とかでいろいろ違う数字になったりとかですね、そういう変化が楽しいって言うんでしょうかね、こうつ常日頃、えープ、プレーをするごとに、ね、記録が変わっていくと、その変化を楽しむというのは、なかなかこうまあやってる人ならね、まあ、ちょっとわかるかもしれませんけれども。 やっぱりあれですよ、ね、その数字入りにしやすいのが野球の魅力だから、そうですね、記録、じゃ特にじゃ例えば、いつ頃から記録に、そうですね、小学校 3, 3、4年ぐらいからでしょうかね、まあ、野球ゲームみたいのがありまして。 うんえー、その野球ゲームで遊ぶのにこう野球の選手をいろいろセレクトしたりですとか、まあ、本を見ながらこう、えー、その当時のベストナインから選手を選んだりとかタイトルホルダーから選手を選んだりして、えー、こう遊ぶわけですけれども遊んでる時にもっとこ,う、えー、この人は左打ちなのか右打ちなのか。 そういう根本的なこと,、ね、ところからそういうのもあのやっぱり本を詳しく見ないとなかなかわからないんですので、うん、そういうのをいろいろ調べながら見ているうちにいろいろ他の興味もあこ,れこの人はこういう数字出してるけど、えー、とほかいろいろどういう数字出してるんだろうとかいろいろ膨れ上がるわけですね。やっっぱりあの数字って ただの数字じゃなくて野球の数字の場合は想像力をかきたてるというかあそこですねこの選手ってどんなんだろうときに2割8分と3割の違いなんだろうとか、えー、で防御率って何だろうとか、えーね、あのフォアボールが多いのと少ないのはどっちがいいんだろうとか、えー、そういうのだんだんね分かってくると野球の深みというかね そこのところの、えー、なんて言て微妙なところをいろいろ分かるのがやっぱり野球のいいところでまり野球記録のいいところなんではないかなって思ってます特にきっかけというかそのゲームだと思うんですけど、ええ、田バさん的にはその記録のなんか元になったちょっと選手というかあこの選手からなんか覚えてるなみたいなのあります 先週チームでもいいや。チームまあ元々阪神ファン。何阪神ファンと初めて聞いたな。<laughs> ええー、私あの北海道まあ育ちなんですけれどもえーえー、周りほとんどの巨人ファンが多かったのええー、まあちょっと私は気にてくれものであの阪神ファンになってしまったという、うんうん、ええ強くもあるんですけれどもまあその時に活躍してたあの。 外人選手とかね、ラインバック、ラインバック、えー、ブリーデン、ね、スタントンとかその後、スタントンもねその後出てきました。えー、ブリーデンねあの時の、えー、かっこいいですよね、ラインバックか。かっこよかったですね。まあその時の反その時の反身タイガーさんはよく打ったチームだったんですよね。ああ<ー>。加瀬さんもいましたし、えー、藤田泰良さんとかですねうん、うん。いいチームでしたよね。あんまり強くはなかったけど。<laughs> ですね、ほんと面白いチームでしたよね。ねやっぱそういうチームの魅力を知るためにも数字を知るってことがどんどん野球に入っていくとそうですね。通常、球智さんはどんな感じで記録を調べてるんですかえー？私の場合はも,、えー、もともとあの新聞ですね。あのよくあの新聞に。 スコアランで、ま、ボックススコアとって言われていますね。ススはい、選手の名前とか、あと守備位置ですとか、はいえー、何出す何だとか出てる欄がありますね。まああそこから、えー、データをそのまま抜き、まあ抜き出してというか、まあそれを、えー、記録して入力していくわけです。そうですね。あ<ー>そまあ実質入力していって、うんえー、それをまあとでまとめると。 いや結構地道な作業ですよねそうですねまあ基本としてはまあそ,その基本となるデータを打ってまあそれを生かしていくというやり方ですね。というやり方ですね。じゃあそれも今じゃデジタル化をしながら、はい、じゃあどうですかね簡単に例えばこういう記録を知りたいなと思ったら分かる体制になってるんですか はい、記録ま,、まあ、まとめてますんで、えー、年その1年の記録であれば、まあ、その1年のデータベースだけ、えー、立ち上げて調べれば、うんえー、分かるようにはなってます、まああの。いろいろと記録っていうのは奥が深いんで、はいまあ、日本はまだやっとここタバトモさんの世代 から後ぐらいは結構記録っていうのが当たり前のようになってきましたけど、ええええ、ちょっと前はね記録って新聞でもやっぱりあのいい時代と記録のいい時代というか、ええ、今はすごい出てますけど、ええ、やっぱ苦労してるその調べてるって苦労してるとこってありますそそうですね特にに昭和年年代が20年代ががままだまだそんなな野球の記録が整備されてない うん、のと、あと新聞自体がまだまだそんなに、えー、そか整備されてないというか、まあ、時代背景もあるかと思うんですけど、ところどころ間違いですとかですね、間違いはあるんですよね、やっぱりどうしてもあの速報性で出す新聞ですから、うん、やっぱり間違いはどうしてもあったりして、まあ、その辺の整合性を取るのがちょっと今、難しいところですね。 なるほどじゃああのまあ例えばこれから記録を楽しむ例えば、ええ、私たちが小さい時は打率とか、ええはい、まあ防御率とか勝率とかっていうぐらいだった今はもうセーバーっていってね、はい、いろんなこう数値でなってると思いますがタバトモさんがこれ、まあ、例えばちょっと記録に興味が出たなって 人にこの辺、注目しとくとこれから面白いよとかいう数値ってやっぱり打率とかですそれとも他に何かありますかあの打者とか投手で分けるとしたらそうですね今もうセイバーってねもうよくまあ単語使って OPS ですとかいろいろ昔ではちょっと聞き慣れない言葉とかいろいろ出てきてるんですけれども、うん。 まあ、僕なんかはあのまだまだその辺の理解がちょっと追いついてないところが多少ありまして、うん、まあ自分なんかはまだやっぱり勝ち星ですとかあと、まあ、ピッチャーで,言うです、ねはいう勝ち星とか、まあ、今もセーブとか、はい、ホールドとか、うん、いろいろありますの、ね、最近、田場友さんはあの引き分けをもうちょっと価値を上げろみたいなことをちょっと歌ってますが、はいはい、それは あのやっぱホールド、セーブいろいろと出てきたけど引き分けに対するものは玉、うん、友さん的にはどういう価値があると思いますすかそうですね、まあ、引き分けっていうあの、まあ、記録、まあ、ほとんどで出てるか出てないかちょっと、まあ、ご存知でない方もちょっと多いかもしれませんけどあの引き分けの試合でですね、ええ、一番最後に投げたピッチャーが、はいえー、引き分けの記録といって。えええー、まあ 新聞、えー、によっては文とか三角の印とかついてるものもあるんですけれども、はい、そのピッチャーはです、ね、あのホールドも成分も今つかないんですね、うん、記,録の記録上では、はい、だからピッチング内容としてはそのホールドがついた選手とか成分のついた選手と同じようにこう、えー、打たれずにそのまま抑えている内容であっても特に何もつかない。 なるほどね。えー、まあ、それでしたら、なんかあのまあ、今でしたらホールドっていう記録もあるので、まあ、そういう記録をつけてあげるのも一ついいんじゃないかなと。とまあ、ちょっと思ったんですね。記録って逆にそういう今まで目立ってないところを光当てるっていうのはその数字だから非常に面白いですね。はいえー、そのやっぱり。 引き分けに光を当てるっていうのはね。そうですね。まあそれによって本当にそのまあ先ほど言いましたホールドっていう記録ができたことによってまたそういう、うん、えー、まあ今でいうセットアッパーですかね。うん、そういう起用法が今もう前線になってきましたし、うんえー、それによってまああの戦略とか起用方法とかもすべて変わったりしますからね。はい。うん、なるほどね。じゃあのまあ。 そういうい光を当てるという意味では、うん、まああの田場さんのやってる掘り起こしすごい、ね、ああの野球雲のブログでは田場友さんにはよくやっていただいてるのはその,その年の登板記録とかあのホームラン全ホームランとかそういうのをやっていただいてるんでそういう意味ではスポット的なねこの記録の出し方っていうのもこれから田場友さんにはお手伝いしていただきながら、えー、紙媒体も含めて 大事なブレーンとしてちょっと頑張っていただきたいと思いますのでよろしくお願いしますどうぞよろしくお願いいたします、はい、ということで、えー、今日の焼き雲チャンネルはこれまでです、はいえー、チャンネル登録と概要欄にメルマガ登録のリンクがありますのでまだの方登録よろしくお願いいたします、えー、次の動画をお楽しみにさよならさよならどうもありがとうございましたありがとうございました